歌唱力の山口百恵さんの「イミテーションゴールド」を本番前にめっちゃ練習してた時に、サビの「あんあんあん」っていうとこがあるんですけど、その、どれだけちょっと色っぽく言えるかみたいなのが自分の中で、課題だったんですけど、シャワー室みたいな個室で練習するところがあって、結構響くんですよ。で、ずっとなんか ずっとそこの「あーあーあー」のとこ練習してて、イヤホンとかつけてたから私は結構夢中になって練習してたんですけど、イヤホン取った時に、あ、結構声響くなと思って、で、外通った時に、あ、中の声結構聞こえるなと思って。なんか私の練習中の時、外で通った人、ちょっと弾いてないかなって 心配になりました。で、アンジュが応援でね、NMB の応援隊で来てくれてたんですけど、終わった後、どうやった？みたいな聞いたら、なんか、いや、もう見てられなかったですって言われました。でも、それぐらい大人っぽくできててよかったと思って。はい、っていう話です。歌唱力決定戦、すごい素敵なイベントですよね。もっと NMB メンバーが出てくれることを私は願っている。